ようございます。お、クエスト今日で終わりですね。終わりますね。終わりますね。病院やっぱチンですよね。おはよう。おはよう。終わりやね、みはい、もう帰るね。はい、カフェクター。シャオシャオシャオで帰る。はい、来るよ、来ー。にごめん、みあとまじゃ。なんだてるやな。本当ですか。何は。あらもうさよなら。さよならじゃ、行ってらっしゃいじゃない、行ってらっしゃい。行こうか。じゃあね、オッケー、行こう。ルクは見た。うん、ルク翔くん見た。うん、まだ、あ、まだ7時に飛ば翔くん送ってきたいんだって。なんでかわかる？ルクと翔くんずっと一緒、3年あっという間だもんな、本当に。何が一番大変だった？初めて来るとき大変。はい、私も一緒です。初めて来たとき大変。はい、怖かった？怖くないな、けど今は仕事簡単やな。うー本当。何一番楽しかった日本来て？仕事。え、土佐の職人さんにも、主人の職人さんにも、たけしにも。タケヤスタケヤスもうタタばっかりやめてくれ、マジで。青口もう仕事楽しい。はい、ちょっとピーに聞いて、それピー、ピーやな、お前かけとるの、今回なんか一人おかしいやつお前、寒しに来たわけ、おっさんやねんか、お前ピーに聞いて、ピーに仕事楽しい？はい、楽しい。ほんと塗装好き？私、シールハン、大好きです。大好き？優しい人いっぱい。そうです。怖い人もいっぱいね。怖い人？ない。ない。サトさん、ありがとうね。やば、もう俺ちょっと近づいてきたらやばいな、なんか空港、寂しいな、本当に。うわぁ、来た来た来た、着いちゃった。またね。はい、わかりました。はい、失礼します。よかった。はい、少しだけどいいな。いい、思った。はい。最高。寂しいじゃね。ああ、寂しいなるね。もう帰ります。もう帰ります。はい、避難のどうぞ。あ、了解です。日本のお菓子です。知ってます。どれが美味しいですか？うん、焼酎、日本酒、どっちがいい？日本酒。はい、これ、岐阜お酒。岐阜お酒。うん、それ岐阜。美味しいよ、すごい。ちょっとどれ欲しい？いやいや、美味しい美味しい。美味しい美味しい。これと道盛り美味しい。これも美味しい。これは翔さんからもらいました。翔さん誰？一番優しいですね。これでお前やつすぐ優しいって言うなって。毎日仕事忙しいから。翔くんちょっと照れて暑いじゃない。はい、いっぱい教えた先生、わしの先生です。先生か。はい、美味しいです。メガネルくん、どうした？食べた？何年か顔かこう。寝れた？夜寝れた？寝てない。寝てない？みんな一緒やね。2時間ぐらい寝た。
嘘。なんで？家族漏らす。うん。早く帰りたいですから。ああ。はい。食えてもね、心臓どうなった？心臓。心臓。何それ？何これ？社長。お金くださいって。社長、お金ください。寂しいなる。本当。寂しいなる。またみんなお願いします。みんな見る。大変だった。足場だもんね。一番大変だもんね。大変でも楽しいです、足場。怖くない？ああ、見る前めっちゃ怖かった。今は？今全然大丈夫です。前何もできん。いい話やな。まあこれ勝ったやけどな。マナーですか？ちょ、怒られてるよ。はい、バイバイ。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。またお願いします。また、ね、頑張れよ。はい。お疲れ。はい。またお願いします。テープでお願いします。あ、来た。じゃあな、クエット。クエットじゃない、ルック。ビン。じゃあな。バイバイ。頑張れよ。寂しいね。寂しいね。何？ビン！バイバイ！さよなら、じゃあね。ちょっとライチャー明るいですね。寂しいっすよ。